こんばんは。スローピークライフナリオの下から読んでも竹の綿、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日ね、ここの場を借りて、いろいろお話をしたいなと思ってます。スローピークライフ、前回のファーストの CD を出してから早もう1年以上経ってますね。地下で何をしていたのかといえばアンダーグラウンドで、楽曲を作って、今ここに立ってます。今回、間もなくですけど皆さんのもとにですねセカンドのアルバムをリリースできるんじゃないかなと思ってます。今回は8曲入りのアルバムで、前回のとはもっとガラッと変わってねキャッチーな音源でまとめて皆さんのもとにこう届けられるんじゃないかなっていうところで準備をしている最中です。ぜひとも、チェックしていただきたいなと思ってます。今日のこの BGM 軽やかに流れてますけども、これはジェイソン・ムラスですか、ちょっと違うかもしれないけどもね。ただ今後のライブの予定もねないままねこの宣伝をしてもしょうがないかなと思ってるんで今後のライブ告知を一個しようかと思います。今後のライブですけども、今6月ですが、決まってませんいやごめんなさいね、でもねいや決まってないって言うけどね、近々8月とかにね大きいのまあ1、2個入るかなという兆しがあるんですね。なのでぜひともね8月とか言ったら夏真っ盛りの夏フェスとかもやってるようなところですけども、僕らまたこの仙台の地でね大きく動いていこうかなと思ってます。ぜひとも皆さんお時間あったら遊びに来てください。あとは去年もやりましたけども縦ロックフェスティバルとかね錦町公園であったのご存知の方もいるかと思います。本当に伊達ロックフェスティバルって2002年ぐらいからあるのかな。僕も本当にこのスローピークライフっていうバンドをやる前からその伊達ロックとか見に行ってまして、すごいその本当にみんなの有志の集まりなんですよね。その志の集まりがこう作るその音楽のフェスっていうのはすごいパワーにあふれてて、でその仙台のみんなを元気にするっていう意味では今の本当に今のみんなの気持ちとリンクしてるところがあると思うんですよね。そう皆さんの記憶にも新しい2011年の3月ですね、3.11 っていうのがありましたけども、その、まあ、地震とかがあったけれども本当に自然の力に負けないぐらいの僕ら揺れを作るんだぞっていう今なんか思いました。でも揺れっていうのはいろんな捉え方があると思う。お怒りになった方もいるかもしれないけれども本当にみんなの心を揺らすっていうところでは音楽の力って絶大だと思ってます。これは本当に僕心から正直に言ってます。ただ気分を悪くした方本当に申し訳ございません。それでもねこうして日々過ごす中で静かになっては聞きますけれども、スローピークライフはアンダーグラウンドに活躍をしていると思ってます。そう地底生活を始めて10年、次は地上に出る番だ。そうでしょみんな、セミだって地底で7年生きて地上に流行って1週間の命を大事に生きるんだ。そうそんな1週間の命が終わりたくない。だから僕らセミじゃないんだ。そう僕らはミミズだ。ミミズはすごいぞ。畑の中でミミズは土を耕してるんだ。そうだ真夏のカンカン照りにも負けない。そう力びてもスズメの餌になるんだ。そう無駄なことなんて何一つないんだっていうことを言っても仕方ない。そう今貧しい世の中だって言われてます。みんな何かあれば何が悪いって言ったら、まあ、政治が悪いとか世間では生保っていうんですか生活保障の問題で戦い出てる大人もいます。でもそんなの関係ないんだよ。みんな一生懸命その日の目を浴びてね太陽に背中なんて向けてないんだ。だから僕らだってそうだ。地底生活を始めて早10年、そこから地上に這い上がってこれからの道なんていうのは本当に輝かしいものばっかりなんだ。だってさみんな
日本人なら分かると思うけど、明日って明るい日って書くじゃないか。ライトニングデイ、みんな明日を信じていこう。そんな熱いおしゃべりをここまでしたわけですけれども、そう、初めにお話ししました通り、スローピークライフ、こうライブは8月にも予定をしております。また新しい CD も予定しておりますので、ぜひチェックしてください。それと別な、まあ竹の俣の、下からの竹の俣の言ってるかもしれないけども、ボンボン TV でも僕らのライブの映像とかも配信してます。ぜひチェックしてみてください。